とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、素晴らしい弓、ゲットしました。今ね、鍛冶屋に入れてます。これ、バブルバースターです。まあ、すでに持ってるんだけども、これもね、多分、強くなるんじゃないかなっていう性能を秘めてます。あと1回クリアすると取り出せますね。多分これで251に、レベルアップするんじゃないでしょうか。とりあえず今日は1個ミッションをクリアしてみましょう。ここが3だね。うん。生い茂る寺院。ここをクリアして取りましょう。それではもう少しでボスだね。キャプテンがね、4体だった。4体。ちょっと少なめだよね。ここ結構、6体いそうな場所なんだけど、ちょっとね、数が伸びなかったね。まあまあ、4体いれば、260前後は出るかな。258とか、それぐらいのやつは出ると思うんで、まあいいでしょう。まあまあ、それよりも今日は、あの弓ですよ。弓。バブルバースターの最新のやつ。あれがね、楽しみで。仕方ない。ただね、エンチャントが難しかったのよ。そのエンチャントを、ちょっとね、視聴者さんに問いたかったんだよね。どれがいいかっていうのを。うん。俺、じゃあちょっとね、判断しかねるところがあってね、どっちがいいんだろうなっていうやつです。あれは悩む。はい。まあ、ボスは、スポンジでサクッと倒しますね。よし、ダメージ入るようになった。よっしゃー。ここはね、ボス倒した後も、若干あるのよね。いいぞー。あとそこをクリアして終わりです。あと2回ぐらい死んでいいんで、まあ、特に問題なく、いけるでしょう。じゃあ。もうほんとね、アップデートが楽しみで仕方がない。あと2週間。まあ、3週間はないね。2週間半ぐらいで、アップデート来そうなんですけども。さあ、どんな感じになるんだろうね。すげえ楽しみなんだよね。まあ、とりあえず、クリアです。まあ、とりあえず報酬見てみましょうか。まずは、おー、ピンクスコーンドレル。で、ここ、影。ノーマルじゃねえかよ。いらない。で、ピンクスコーンドレルは？いらないね。うん。お供え物です。では、見てみましょう。よし、251になってる。この性能をね、ちょっと、見てください、これ。黄金スキルで、アーティファクトチャージがついてます。で、ここはね、クールダウンショットで、決まりでしょ？クールダウンショット、アーティファクトチャージ。これはもうセットだよね。一セット。残りの2枠が、すごく悩んでる。まずこっち。ここなんだけど、リフレッシュにするか、マルチショットにするか、どっちかね、悩むんだよね。まあ、基本、ワンパンで倒せるんで、リフレッシュ入れてれば、だいぶ回復するかなと。うん、イカ防具あたりに、ポーションバリアがついたやつをつければ、まあまあ、ほぼほぼ、無敵状態で、過ごしていけるかなぁとも思うんだよね。でもマルチショットだったら、まあ、火力は爆上がりだよね。ガシガシいけるようになると思う。ここは悩むところ。まあ、火属性はまあないでしょ。うん。まあ、ここの二つ悩むところです。そして、真ん中。爆発とショックウェーブ。なんだよね。まあ、バブルダメージでバーって倒せるから、それが、ボーンと爆発したときに、
周りにダメージも与えれるけど、むしろバブルダメージでもう全員大体やっちゃうから爆発は意味ないのかなとも思うんだよね。まあそれはショックウェーブもしっかりで、どっちがいいんだろう。マルチでショックウェーブ使ってる人見てかっこいいなとは思ってたんだけど、どうなんだろうね。どう思いますか。まあコメントよろしければください。爆発ショックウェーブどっちか、もしくはこのマルチショットリフレッシュどっちか問題、悩む悩むよ。どうしようか悩んでるところです。はい、ということで今日は新たなバブルバースター入手しましたけども、エンチャントを悩むっていうところだね。どうしたもんか本当に。はい、まとりあえずまたやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。